こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今回は2ビートのブラシで2ビートやってテーマをやった後に4ビートに切り替えた時にどうしてもセッションで遅れてしまう感じがします。これはどうすればいいですかというお話だったので、まあ、コツを解説していきたいと思います。まずやってみますね。多分こうなるんじゃないかなっていうのをやってみます。今のはテンポからずれてるわけではないんですが、明らかにベースより後半遅れて聞こえると思うんですが、わざとそれぐらいにしました。2ビートと同じフィールでハイハットを踏んでみたんですね。で、2ビートっていうのはベースが2分音符で動くものですから、こうブン、それに対してジャストで踏んでしまうとワン、焦った感じになってしまうので、2ビートがゆったり聞こえるタイミングっていうのは2拍目が通り過ぎたちょっと後ろを踏むようなイメージなんですけど、っていう感じなんですね。で、これが4ビートになってくるとベースが感覚がこうなるわけで、しかも2ビートの時はそれほどベースって前に突っ込まないんですが、4ビートに行くとこの四分音符のタイムより少し前に行く感じ。そうするとずっとちょっとシンコペーションしてるみたいなイメージで、そうすることによってこう跳躍感が出たりとか、でこうよく皆さんが間違えるのは、こう早く弾いたところがここが頭拍じゃなくて、ちゃんとジャストの位置よりもこんだけ分前弾いてますよっていうのがみんな分かってるわけですね。みんなが感じてるジャストってはここだけど、それよりも少し前を弾いてるわけで、それでこうタイムはずっと一緒なんだけど、そのまま進むということですね。なので4ビートになってくるとこのように、ベースラインよりもこう深く取ると遅くなってしまうので、だからハイハットのため具合っていうのが結構前に行くんですよ。なのでこれぐらいにしなければなので意図的に前に少し突っ込んで、ハイハットも少しこのジャストに近いところを踏むっていうのが、このリズムのこのズレのをこういうふうに4ビートの感覚はこれ、このマイナスワンは、ベースの人もギターの人も、イヤホンでちゃんとメトロノームを聞いてもらって、2ビートのタイミングを4ビートのタイミングをテンポは変わってないです。これはちゃんとジャストでやってますが、それでもフィールが突っ込んで聞こえるから、だからこう躍動感があるわけだし、2ビートはあえてゆったり聞かせるってことなんですね。だからここら辺はインテンポで練習すると結構難しいかもしれないですが、まあイメージ的にはやっぱり突っ込む感じで叩かないとベースとしてはドラムがグッと後ろで引っ張られる感じがしてちょっと気持ち悪いのかなっていうふうには思います。まあただそのブラックホークのジミー・コブなんていうのは、マイルスのバンドのね、ブラックホールの4枚組なんかはもうかなりあのジミコブ重たくてこう遅れていくんですけど、でも気持ちよければいいのかなみたいなところはあったりしますね。そこら辺はベースの人とどれぐらいのフィールなのかっていうのは結構ベースの人にもよるので、ものすごくトップを弾くタイプの人もいればボトムを弾くタイプの人もいるので、とりあえずスイングのさせ方ってみんな違うので、そのスイングのそのこの曲線、要は点が合うよりかはこの曲線っていうのがこううまく合っていくと、こううまくこうアンサンブルするんじゃないかなっていうふうには思いました。とりあえず以上です。ありがとうございました。